というわけで、パイレーツ・オブ・カリビア、レゴですね、アラフィフです。続きをやっていきます。まずは、エクストラの、これね、トレジャーかけに、オーンということで、やっていきましょう。ちょっとまあ、だから、潰して、スタッド取って、ほい。ほい。ほいな。潰して、潰して、と。これも潰して、と。あ、落ちた。あ、ワニが怖い。あ、ワニ来た、ワニ来た。オッケー。しゃ。ちゃうって。けねー、よっしゃ。というわけで続きをやっていこうと思います。デッドマンズチェストの、2回目になりますね。では、ここか。アタッチオブデスティニー、運命の召喚かな。よくわかりませんが、いきましょう。はい、ストーリーほいと。ちょっとね、長めの、シナリオになりそうです。で、まあ結構そのなんだ、ミニキットとかが、初めからちょっとミニキットの部品がね、いくつか取れるとこなんで、まあその辺やりながらいきたいと思います。というわけで始まりました。やっていきましょう。よいしょ。まずは2人、仲間にせんとあかんのでね。まずそれから。よいしょ。OK。まずちょっと、スタートね。OK。まずこのおっちゃん、ハゲたおっちゃんの方。ハゲとヒゲのおっさん、これに拳銃ですね、渡します。これで一人 OK。 ほいで、もう一人の方はちょっとその前にちょっとスタート取っとこうかな。まだ運べないね。よし、邪魔邪魔。よいしょ。まず次、目玉、これですな。こうですね。ちょうどここにシャベルがあります。掘りますな。わわわわわと。 OK。 ほい、潰すと
目玉出てきます。まあその前にちょっとカエル、これミニキット取るためのねやつなんで、スタッドも水中に結構ありますんで取っといてと。あ、まだあるな。ほい、こんなもんかな。でこれ取ると、でこのおっちゃんに目玉渡すと仲間になります。これで進むことができますね。それ以外のやつはこの辺は関係ないし、これなんや、この石は先やね。よっしゃ。このお猿のカゴを取って乗っけます。これでまあ進むことができるんですね。このイカダ進んでいきます。まあここでいいかな。ちょっと止めといてスタッドを取ってと。向こうの方でなんか変な植物みたいなのが出たり入ったりしておりますが、あれが今度これを止めることになるんでね。まあとりあえず進むとですね、ここでこういうことになりますね。 OK で、あ、ほいでこっちの銀色のこれはその潰せるキャラがいませんので潰せません。はい、確かこれも何もただの拳銃やからね。跳ね返ってきた。すぐして、これ松明ですね。それ以外なんかあるかな。まだ先やね。松明を仕掛けます。まあ次はこうなりますんでね、そこまでは進めますんで、その前にこれはウィル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 あれウィルウィルウィルで、やばいやばい、この輪にもいけますんでね。いて、これ3つちゃんと裏返ったんで輪に OK。 あ、遠い。これで、ほい、ほいっと、こうやね。輪に当たれ、当たらへんぞあ、これ2匹目のカエルね。で OK ね。でこれやっといて、今度また戻って松明取ってこったらあかんですね。しゃあないな、ちょっとワニは置いとこうか。松明、ほいほいほいっと、で火つけます。でこれが
使えるようにはまだならないですけど、このエンジニア直してもらいましょう。 OK。 輪になんとかしたいんだけどな。いる。ちょっと先に輪に来んな。ほいっと、まあこっち側に先来ることもできます。でも来てもまああんまり意味がないんで、ほい、こりゃあが輪に当たらしてくれよ。ほい、当たった。 OK、 これで輪に気にせんでいいです。でこの猿を運びます。これじゃないと運べないんでね。で OK と。なんか取れそうなのあったかな。まだ先やね。ん？こっち？もう猿がさっきから運べと。お、こっちか、なんかここか、石。ははは。お、かぶるんですな、これは。これトレジャーですね。はよ直せとうるさいんで直しますわ。オッケー。で猿を運んでいきます。下ろします。こんなもんかな。よいしょ。お、猿がもううるさいんでは、まあ、とりあえず運びますわ。もでこっからね、水のところが、ね、沼地になってるんです。底なし沼なんですね。ですんでね、でいる。でもまあ拳銃のおっさんでもいいですけどね。 OK。 でこれ開きますんで、2倍やったから簡単にあのトレジャ ー溜まりましたんで、トゥルーパイレーツになってますね、もうすでにね。
多分ここはあかんな。あ、これ死ぬんですね、こうやってね。OK、これで引っ張ると橋が出ます。あ、しまった。はい、と、ん？よいしょ。 OK、これはね、帰れへんのかな。というわけで違うのになりましょう。これで OK ね。で、このおっちゃんがね、ビーチボール欲しがっとるんですね。これもうちょっと先じゃないとまあ取れないんですけども、このビーチボール持ってくるとミニキットの部品がもらえます。猿がうるそうてうるそうて、まあまあまあ、はい、わ、大ワニがさらっていきました。OK、 まあ取るもん取ったんで、ほいっと、と。取って、これカエル4匹目 OK ね。で、これで彼は飛びます。よいしょ。こうですね。で、変えるかな、これ。で、5匹目。ミニキット1個来ましたね。というわけで、次が、なんか、これはなんか関係あったかな？あ、落ちた。あかん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 、危ねえ危ねえ、すぐに落ちるんだこれが。またよし、よし、怖い怖い。これはね、どっかこの辺りで取れるような感じもあるんですが、もうちょっとこっちかな。あ、またやった。飛ぶのはどうも苦手やね。じゃあね。あんのかな。ここか。オッケー。何に使うのか分かりませんが、剣ですかな。まあ戻ります。よし、ビーチボール、ビーチボール。どこやったっけ？先か。先に行けということですね。ほいっと。
ほい、このおっさんでも OK ね。ビーチボールはこっちか。こっちになってんな。あ、ここや。掘ればいい。オッケー。で持っていきます。こいつら邪魔。ほい、でこれでミニキット2つ目と。なんか分からんけどもこれも持っていってみましょう。あ、しまった。なんでこいつらついてくんで。だからあぶね、怖い、ほんまにもう。よし、で先に進みます。 OK ね。こっからね、ちょっとしたボス戦なんですね。ボスです、ワニです。でここでもね、ミニキットの部品が1個ね取れるんで、取ってみたいなと思いますが。ちゃうね、リンゴが欲しいね。よっしゃ、リンゴ一つ目。三発当てるとね、これはね、三発当てると終わるんでね。食いついてくるんで怖いんですね。何をやっとんじゃこいつらは。二つ目、リンゴ OK。 やべ、ちゃう、 OK、 リンゴ、ほい、 OK。 でミニキットね。おやべ、いらん時にリンゴが来てもな。ほら、オッケー。食いついてくるか。あ、来た来た、危ない危ない。こうやってね、逃れながら、逃げながらやらんとね、一発で死にますからね、これは。ほら、OK。これでワニ OK です。で、向こうに行けるようになりましたんでね。で、向こうに出た、ボトルシップ、ミニキットの部品はね、あれに関してはもう、女性キャラじゃないと、取れませんので。あ、しまった。よー、落ちること落ちること。まあスタッドだけは取っとこうと思いますが、
ね。反対のこっちにも。ここまでね。さすがに紫スタッドまでは取れないですね。OK。ちょっとまあ、持ってかなしゃあないな。ほい。あとは魚、こんなんどこにあるね。あ、先か。あと、魚。魚魚出た。これ魚取れたから言うてないやいうことはないんですが、まあとりあえず OK ね。これ向こうまで運んでいかなあかんですよね。そのためには橋を渡さんとあかんので、それをやりますね。はい、 OK。 これを持ってってハンドルをセットします。ハンドルセットで回すと橋がかかりますね。まあ、誰でもいいんですけど、こうですな。OK。これで開いたんで、ジャックさん、ジャックさんと、あとこれか。ピラニア。ピラニアどこ？ピラニアみたいなの。こっち行けと。よいしょ。こんな方か。ほいな。ここやけども、これはだからできないんですな。そういうことです。これフリープレイでやらないといけないところですね。ほなまあ先に行きましょう。中に入ると呪術師というか、まあおります。まあ、ストーリーが語られますね。まあ、この地図を完成させろということになりますね。まあその前に、もちろん潰していきます。
それでここぶら下がりますね。こうですな。ここも潰れるかな。潰れるね。OK。こんなとこかな、潰れるのは。OK ね。これは後で座ることになりますんで、はい。こうですね。まずは潰して潰して潰します。まあこのここを直さんとあかんのですね。ここのねレールっていうかものを滑らせるところね。まあそのパーツをまあここで集めるわけですが、この天井なんですけどね、天井にあるんですけど、まずさっき潰します。まあこれただのスタッド集めですんで、まあスタッドを集めたい場合にということですね。こうですな。こっちかな。 OK。 よっしゃ、これでできましたんで、でこれを運んでいっちゃう、ちゃうちゃう、うまく運べないよ。こうか。ん、押せない。あ、押せた押せた。これで OK ね。押してセットになったんで、剣を使うキャラでこれかなということですね。これね、でまた下に降ります。みんな勝手に座っていきよるんですね。これ直します。よいしょ。で直りました。潰すのはこんなもんかな。でこれを今度はこうですね。でこの船を追いかけていくんですね。この船をね、正しいところに行ってると船にこうズームがされますんでね、わかります。これで OK。 んということで終了ですね。ピンテル、ラゲッティ、レゲッティ、トゥルーパイレーツなって、スタッドもたまって、で、目、まあまあまあ、集めたものね、アンロック。ということですな。3つ、お前4つ取れるのちょうだかな。ちょっと取り損ねてるのがあったような気もしますが、まあ、まあその辺はもうフリープレイでやっていただければいいんじゃないかなと思います。リターントゥーポート、はい、まあフリープレイでいろいろ見つけていくのがまあ楽しみの一つになりますんでね、これはね、まあ、できる限りまあ最初のこのストーリーモードで撮れるとこは撮っていきたいと思いますけども、たまに撮り忘れが出ますんで。 OK で、こっちがアンロックされました。
組んどきましょう。でこっちはレッドブロックまだたくさんあります。まあそれは、まあまあ時間ももう時間なんで、今回はここまでにしておきますけども、次回、一回ちょっと番外編的にインターバルということで、まあ、そんなに長くはならないと思うんですが、こっちの、エリアのレッドブロック探索をちょっとやってみたいと思います。まあ、もちろんスタッドが足りないんで取れないんですけどね、アンロックするところまではいかないんですけども、どんなところにあるかってロケーションだけでもねきっちりしておきたいと思うんで、次回はそういうことをしてみたいと思います。というわけで、どうもご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。失礼します。